はいどうも皆さんこんにちは。さて今回はネザーアップデートで追加されたバイオームの一つソウルサンドバレーで見かけるあの青い炎を使って隠し暖炉を作っていきたいと思います。隠し暖炉ですからね、まあ、普通の暖炉とはちょっと違うんだけど、これがね青い炎だね。これを暖炉の炎にしていきたいというような考えでございます。それでは早速その暖炉の前までちょっと行きたいと思います。これが青い炎の暖炉でございます。でここにレバーがあるんですが、これを押すと、はい、奥の方に、隠し部屋があるというようなものでございますね。でこのようにすると完全に個室になるみたいな、そんな感じです。で向こう側に回ってみると、向こう側が完全に個室になっているのがお分かりいただけるかと思います。それでは隠し暖炉のね作り方をご紹介していきたいと思います。まずここに素材が入ってます。コマンドブロック、レッドストーン松明、レッドストーンレバーですね。あとは青い火を出すためのソウルサンド、もしくはソウルソイル、あとは、暖炉の外側のブロックですね。この 1,2,3,4,5,6,7 個、あとはまあちょっと目印用にちょっとエメラルドのブロックをちょっと用意しておきます。で、まずは、青い火を出すところを決めちゃいましょう。はい、こんな感じでソウルサンドを置きました。で、奥側に、そうですね、暖炉の奥の壁を出すところを決めておきましょう。ここがちょうどあの暖炉の壁になる場所ですね。で、続いてその暖炉の外側の部分を仮で作っておきます。こんな感じですね。で、ここに火がつくと青くなるというような感じなんだけど、ここまでできたらレバーを置いて、レッドストーンやレッドストーン松明でコマンドブロックとかをこの地面の下の方に設置していきます。大きさは 3×3 の深さ3かな、こんな感じでいいですね。感じで掘って奥側に2個、こんな感じで作りましょう。ここはちょっともう2つぐらい掘っといてもいいかな。で、レバーの真下ですね、掘って5往復階段状にしますね。でここにレッドストーンを出すとこのような形で置いて、作業スペースはちょっとね、その都度広げていってください。ここに松明を置いて、こちら側にレッドストーンダストを伸ばしておきます。でここにレッドストーンダストを置いて、ここにコマンドブロック1つで、ここにコマンドブロックを置きましょう。こんな感じですね。はい。で、使うコマンドはフィルコマンドでございまして、フィルコマンドは座標が必要になります。なので座標をチェックしなければなりません。ここの支点の座標とここの終点の座標をチェックしてください。それはプレイ環境によって違うので、作りたい場所の支点と終点をチェックします。で続いて、ここですね、ここの支点とここの終点の座標をチェックしておいてください。でここにブロックをねこう出現させるためのフィルコマンドがこれから入力されますので。で、次に、ここのソウルサンド上の火ですね。火がついてるところの、ここの視点ですね。ここと、ここの後ろ側のブロックのここ、終点。ここの座標をチェックしてください。で、それぞれを全部メモっておいた方がいいですね。忘れないように。なので、視点、終点の組み合わせは全部で3つ必要になります。まずは、じゃあ、ここの、青い炎を出すためのコマンド。を入力していきます。で、使うコマンドはフィルコマンドです。で、座標を入力していきます。ここは火を出現させるところの視点ですね。-131、64-126。で、次に終点が入ってきます。-132、64。で、-128。ここの部分を火で埋めると。一応確認しましょう。火がつけば OK です。OK ですね。で、続いて、ここにブロックを出現させるためのフィルコマンドを奥側のコマンドブロックに打ち込んでいきましょう。フィルの -133、64、-126、-133、65、-128。埋めるブロックはレンガですので、レンガブロックの ID を入れていきましょう。で、入れましたらブロックの種類は
チェーンですね、条件レッドストーンが必要です。ここのレンガのブロック ID に関しては何のブロックで埋めたいかによって異なりますから、ここはブロック ID は埋めたいブロックに応じてそのブロック ID を調べてここに打ち込んでください。はい、では一応もう一回確認します。今も火ついてるので後ろ側にブロックが、レンガブロックがここの上にできれば OK ですね。はい、できましたね。ここのレバーの操作で、あとは青い火とね、ここの青い火と後ろのレンガブロックですね、 1,2,3,4,5,6,6 個レンガブロックが、なくなればいいですね。ここのコマンドブロックに入力していきましょう。これも同じくフィールコマンドで、作っていきます。-131,64-126、 これが始点で、終点が -133,65-128、 これを空気で埋めてしまいます。では結果どうなるでしょうか。はい、このように、青い火と後ろのレンガブロックが消えました。でこのような形でつけたり消したりすることができると。でこれと同じようなあの構造のものを反対側にこっちにですね、こっちにも作ってあげれば完成ですね。まあ、全く同じようなものを作ってあげればいいので、もうすでにここに作っております。であとはここを、目隠しすれば OK ですね。というわけで今回はコマンドブロックで隠し暖炉を作ってみました。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 See you!